こちら浦安情報局こっち裏の時間です。さて今回のふるさと浦安子の一枚はこちら、総合公園のパーゴラです。木製のパーゴラで、ここからは東京湾や対岸の幕張新都心のビル群を眺めることができます。柱に黒い縞模様が描かれているように見えますが、よく見てみるとこちらは屋根の梁の影、自然が作り出したアートでした。さて今回はどこに行っているんでしょうか、後藤さん。はい、グリオベッカ浦安競技場前に来ています。今回はこちらで開催された浦安市小学校陸上競技大会の様子をお届けします。はい、では後ほどお願いします。はい、それではまず新型コロナウイルス感染症関連情報です。浦安市では新型コロナウイルス感染症の1週間ごとの状況の変化を市民の皆様にお知らせしています。なお浦安市では保健所を所管していないため、感染者の公表は千葉県の発表をもとにしています。また千葉県からの情報提供を受け、入退院者数などについてもお知らせしています。新型コロナウイルスワクチンの4回目接種が始まります。対象は3回目接種から5ヶ月以上が経過した60歳以上の方や、基礎疾患のある18歳以上60歳未満の方、その他重症化リスクが高いと医師が認めた方です。5ヶ月後の解釈は、3回目の接種を行った日から5ヶ月後の同じ日以降で、もし5ヶ月後に同じ日がない場合はその翌月の1日以降になります。例えば1月25日に3回目を接種した場合が6月25日、1月31日の場合は7月1日になります。基礎疾患のある方とは、慢性の呼吸器の病気や高血圧を含む心臓病、腎臓病、肝臓病、インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、または他の病気を併発している糖尿病、鉄欠乏性貧血を除く血液の病気、治療中の悪性腫瘍を含む免疫の機能が低下する病気、ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている方、免疫の異常を伴う神経疾患や神経筋疾患、呼吸障害など神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態の方、染色体異常の方、重症心身障害の方、睡眠時無呼吸症候群の方、重い精神疾患や知的障害の方、そして BMI 30以上の基準を満たす肥満の方になります。接種券の発送時期は接種が可能となる時期を目安に順次発送します。60歳以上の方で接種券がお手元に届いていない方は、浦安市新型コロナウイルスワクチンコールセンターへご連絡ください。基礎疾患のある18歳以上60歳未満の方などの接種券の発行には事前に申請書の提出が必要になります。詳しくは浦安市公式ホームページをご覧ください。続いては市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1です。ご覧ください。5月31日には災害対策本部室で浦安市褒章規定に基づく感謝状の贈呈式、浦安市のために寄付された方へ感謝状を贈るもので、今回は新型コロナウイルスの感染拡大防止対策をはじめ、
緑化推進、教育推進、文化芸術振興など市政全般にわたり寄付をいただきました。市長は出席した方一人一人に感謝状を手渡しました。5月30日から6月3日まで市役所1階市民ホールで児童喫煙防止啓発パネル展、 WHO が定めた5月31日の世界禁煙デーに合わせ、児童喫煙の知識の普及や禁煙支援情報などを展示しました。受動喫煙の危険性、禁煙のすすめ、加熱式タバコのことなどを紹介したパネルが並びました。受動喫煙防止啓発のパネルと同時に開催されていたのが食育パネル展、朝ごはんの効果やメリットを紹介するもの、食べることの大切さなどのパネルに加え、電子レンジを使った時短レシピなどの栄養士が勧めるメニューのチラシがありました。この他にも健康情報コーナーもあり、体を大切にするための様々な情報が並びました。さあ、それでは6月4日に開催した浦安市小学校陸上競技大会の模様をご覧いただきましょう。後藤さん。はい、今回で41回目を迎えたこの大会、今年もコロナ禍での開催ということで競技種目を減らし、原則6年生のみの参加となりました。競技場にユニフォーム姿の子どもたちが集まってきましたね。それぞれの小学校代表の皆さんです。大会は全体を3部制に分け、第1部では中町、第2部新町、第3部元町とその地域にある小学校の選手が出場しました。競技は男女それぞれ 100m 走、4×100m リレー、走り幅跳び、走り高跳び、そして男子 1500m、女子 1000m です。トラック競技は予選を行わず、1回のみの走行で記録を集計し順位を確定します。開会式も縮小して行われ、閉会式、表彰は行わず、結果を後日各校へ通知することとしました。それでは大会の様子をご覧いただきましょう。最初に競技に臨んだのは中町地域の6校です。まず行われたのは 4×100m リレー。女子は東野小学校がリードを守って1位、2位は三宅川小学校、3位に富岡小学校が入りました。東野小学校は総合でも優勝、三宅川小学校は準優勝に輝きました。なお富岡小学校も4位に入賞しています。男子は入船小学校がアンカー対決を制して1位、2位は東野小学校、3位は富岡小学校でした。なお入船小学校は総合で5位に入賞しました。続いて女子 100m です。第1レース三宅川小学校の選手が13秒97で1位となり、総合でも準優勝となりました。第2レース1位の入船小学校の選手が総合4位、2位の三浜北小学校の選手が総合5位に入賞しました。男子 100m です。第2レース1位の三宅川小学校の選手が13秒22で総合優勝しました。続いて長距離です。女子 1000m は東野小学校の選手が3分41秒24で総合5位、三宅川小学校の選手が3分44秒34で6位に入賞しました。男子 1500m です。途中でトップに躍り出た東野小学校の選手が5分18秒70で総合優勝、富岡小学校の選手が5分29秒65で
準優勝に輝きました。続いてフィールド競技です。女子走り幅跳びは三宅川小学校の選手が3メートル66を飛んで準優勝に、同じく三宅川小学校の選手が3メートル58で総合3位に輝きました。また三浜南小学校の選手が5位に入賞しました。男子走り幅跳びです。三宅川小学校の選手が4メートル37で準優勝、三浜北小学校の選手が4メートル04で4位に入賞しました。次に走り高跳びです。女子は富岡小学校の選手が1メートル23を飛んで優勝しました。また三浜北小学校の選手は1メートル18で4位、三宅川小学校の選手が1メートル10で6位に入賞しました。男子走り高跳びは三宅川小学校の選手が1メートル20で準優勝、三浜南小学校の選手と東野小学校の選手が1メートル15で5位に入賞しました。続いては新町地域の小学校が参加した第2部をご覧いただきます。女子 4×100m リレーです。2位以下を大きく引き離して日の出南小学校が1位となりました。2位は日の出小学校、3位は明美南小学校でした。なお日の出南小学校は総合3位に入りました。接戦となった男子は1位が明美南小学校、2位は高須北小学校、3位は高須小学校でした。明美南小学校は総合で優勝、高須北小学校は準優勝に輝いています。続いて女子 100m です。第2レースで13秒72と圧倒的な速さを見せた高須小学校の選手が総合優勝に輝きました。男子 100m です。第1レース、明美南小学校の選手が総合5位、高須小学校の選手が総合6位に入賞しました。第2レースでは高須北小学校の選手が準優勝に、明美南小学校の選手が総合3位となりました。続いて長距離です。女子 1000m は大きくリードを広げた日の出南小学校の選手が3分28秒94で総合優勝しました。男子 1500m は先頭集団を引っ張ってきた高須北小学校の選手が1位でゴール、総合でも3位に輝きました。なお明美南小学校の選手が4位、日の出南小学校の選手が5位、明美小学校の選手が6位に入賞しています。続いてフィールド競技です。女子走り幅跳びは日の出南小学校の選手が総合7位でした。男子は高須北小学校の選手が4メートル37で総合3位、日の出小学校の選手が5位、高須小学校の選手が6位に入賞しました。続いて走り高跳びです。女子は明美南小学校の選手が1メートル18で総合3位、日の出小学校の選手が5位、明美小学校の選手が6位に入賞しました。男子走り高跳びでは高須北小学校の選手が1メートル20を飛んで総合優勝しました。また明美小学校の選手が4位に入賞しました。最後は元町地域の第3部です。まずは女子 4×100m リレーです。このレース唯一1分を切った北部小学校が総合でも6位に入賞しました。男子は最終コーナーで逆転した東小学校が1位となり
総合でも3位となりました。また北部小学校は4位、舞浜小学校は6位に入賞しました。女子100メートルです。第1レースで1位となった北部小学校の選手が総合3位に、南小学校の選手が6位に入賞しました。男子では第1レース1位の舞浜小学校の選手が総合4位に入賞しています。続いて長距離です。女子1000メートルは終始リードを守った舞浜小学校の選手が1位となり、総合でも準優勝となりました。また東小学校の2人が総合3位と4位に入賞しています。男子1500メートルはラスト1周でスパートをかけた浦安小学校の選手が2位以下を大きく引き離して1位となりました。続いてはフィールド競技、女子走り幅跳びです。北部小学校の選手が3メートル66を飛んで総合優勝しました。南小学校の選手も3位に入賞しています。男子は東小学校の選手が4メートル45を飛んで総合優勝しました。女子走り高跳びは南小学校の選手が1メートル20を飛んで準優勝しました。男子では東小学校の選手が1メートル17を飛んで総合3位に入りました。今年もコロナ禍で開催された第41回浦安市小学校陸上競技大会。制限がある中で練習に励み、この日を迎えた選手たち、それぞれのユニフォームとともに力の限り飛び駆け抜けたその姿は多くの人の励みになったことでしょう。選手の皆さん、お疲れ様でした。なお大会の結果はご覧の通りです。この選手の皆さん、本当に素敵でしたね。それでは続いて浦安そこどこをご覧いただきます。続いてのコーナーは後藤さんのリポートです。後藤さん。はい。前半では小学校陸上競技大会をご覧いただきましたが、後半ではさまざまな学校行事で歌われる校歌について調べてきましたのでご覧ください。入学式や卒業式、そして先日お伝えした運動会、体育祭などさまざまな場面で歌われる校歌、そこにはどのような思いが込められているのでしょうか。浦安市立の小中学校は26校ありますが、さまざまな方が校歌の作詞作曲に関わっています。例えば浦安小学校の校歌の作詞はリンゴの歌、小さい秋見つけたなど、数々の歌謡曲や童謡を生み出した佐藤八郎さんです。
その他にも神岡中学校の校歌はシンガーソングライターで俳優としても活躍した佐藤宗幸さんの作曲。高須小学校は1970年代後半から1980年代前半にかけて多くのヒット曲を出したバンド、五代醐の竹川幸秀さんの作曲。高須中学校の校歌は生徒みんなで考えた歌詞にプロのミュージシャンが曲をつけて出来上がったものなんです。こちらは平成27年に行われた校歌校章発表会の様子です。生徒の皆さんとプロのミュージシャンのコラボなんですね。歌詞もメロディーも素敵です。市内で一番新しい校歌は入船小学校の校歌。入船北小学校と入船南小学校が統合されたことにより開校した入船小学校。校歌の歌詞を全国から募集し、その中から児童や保護者の意見を取り入れて決定してできたのがこちらの校歌です。ご覧いただいたのは校歌校章制定式で初披露された時のものなんですが、歌詞にはふるさと浦安に誇りを持ってもらいたいとの願いが込められた言葉が散りばめられています。校歌の歌詞でよく歌われる内容としては、1、学校がある場所の地理や風土など、2、学校の教育理念や校風など、3、学校の所在地の歴史、4、未来への希望、そして学校名といったところでしょうか。確かにこちうらで耳にする校歌にはそういった言葉が入っていますね。そしてこちらが入船小学校の校歌にある世界を結ぶ青い海。この海という言葉ですが、実は浦安市立の小中学校26校のうち16校の校歌で使われているんです。なるほど、浦安と海は切り離せないものですからね。その他にも潮と風が13校、潮は潮風、潮の顔という言葉で使われています。さらに日の出南小学校では3番瀬、東の小学校や入船中学校では境川。どれも浦安を象徴する言葉ですね。まだ漁師町だった頃に作られた浦安小学校の校歌には、船のにぎわい、エンジンの響きという歌詞が入っています。その頃の浦安の雰囲気が伝わってきますね。その他9つの学校に富士という言葉が入っています。これは開校した時に学校から富士山が見えていたからなのですが、町の発展とともに高い建物が増え、今では見ることが難しくなっています。なるほど、校歌はそれぞれの学校が開校した当時の様子を伝えてくれるものでもあるんですね。今も変わらず浦安を流れる境川、町の前に広がる海、そして潮風。いつまでも残したいふるさと浦安の風景が校歌の中にも散りばめられていることがよくわかりました。なるほど、校歌にはそういったふるさとへの思いが込められているんですね。後藤さん、ありがとうございました。はい、
続いて市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート2です。6月1日には浦安警察署で浦安交通安全協会へのパトロール車贈呈式。これは浦安ライオンズクラブの結成50周年を記念した事業の一つです。これまでにもふるさと浦安の地域社会に貢献するため様々な活動をしてきました。今回は浦安交通安全協会に市民の皆さんの安全安心を守っていただくためパトロール車1台を寄贈。6月半ばから学校周辺をパトロールし、子どもたちの見守りを中心に寄贈されたパトロール車を利用していく予定だそうです。そんなことから浦安交通安全協会からは感謝状を贈呈しました。6月5日には日の出北公園を拠点に浦安三番瀬感謝祭。浦安の目の前に広がる海に感謝をして護岸をきれいにしようと三番瀬クリーンアップ大作戦実行委員会が主催したものです。このイベントはもともと浦安三番瀬クリーンアップ大作戦として開催していたもの。名前を変えて今回で4回目になるゴミ拾いイベントです。開会式の後は三番瀬護岸のゴミ拾い。定期的に市民団体などが清掃をしていることから三番瀬のゴミも以前とは違いだいぶ少なくなりました。しかしペットボトルやビニール、缶、タバコの吸い殻、プラスチックゴミなど細かいゴミがあり、参加した皆さんはトングとゴミ袋を持って一生懸命にゴミを拾っていました。小さい子どもから大人までゴミがみんなの力で集められました。ゴミ拾いの後は希望者だけでカニ釣り体験。餌のスルメイカをつけていざカニ釣りです。岩と岩の間などカニが隠れていそうなところを狙って糸を垂らしました。上手な子は次から次へ釣っていました。会場では三番瀬で生活をしている生き物たちの展示も。ゴミ拾いやカニ釣りを通して自然環境について考える機会になった浦安三番瀬感謝祭。環境を壊すのは人の手です。人以外も暮らすこの地球を守るためにできる環境保全に努めてみませんか。最後に市県民税の課税証明書、非課税証明書の発行についてお知らせします。発行場所は市役所2階の市民税課と各駅前行政サービスセンターです。またマイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されている方はコンビニエンスストアでの発行も可能です。発行内容は令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得など。必要書類は手数料1年度1通につき300円、来庁した方の本人確認書類、委任状。委任状は浦安市内で同世帯の方は不要です。詳しくは市公式ホームページでご確認ください。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちら、次回はペットの正しい飼い方などご覧のラインナップでお送りします。来週はペットの話題なんですね。そうなんです。どんな話題が登場するのか楽しみですね。皆さんにもぜひご覧いただきたいと思います。それでは次回もまた見てくださいね。